失礼します。はい。失礼します。失礼します。よろしくお願いします。お願いします。お邪魔します。ジャルジャルです。ジャルジャルです。お願いします。僕がジャルジャルでルーです。そんな負け方してねえよ。申し訳ない。すいません。失礼します。すいません。僕たちのことをご存知ですか。知ってます。残念ながら分かりませんでした。いやもう全然全然構いませんので、はいはい、よろしくお願いします。保護士さんですよね皆さん、はい、保護士さんってどういう仕事なのかちょっとまず説明していただけますかね。主に聞いてない知らんやろし知ってたとしても今言ったら柴田さん、はい、私の方から説明させていただきます、はい、私たち保護司の仕事は裁判で保護観察になった少年や大人を保護観察を通じて保護観察官とともに私たち保護司が担当いたします、はい、同じ過ちを繰り返さないようにサポートするのが私たちの仕事です。私たちボランティアなんですよ。ボランティア無償で。そうです。裁判で保護観察ってなりますよね、はいはい、あの裁判で、はい、その時に保護観察付きってなるんですね、はい、で保護観察所からそれを保護観察官民間って共同作業なんです。官民ですか、はい、保護観察所と保護士、はい、我々はボランティアの再犯をしないようにまたあの刑務所に戻らないようにサポートするのが私たちの仕事なんです。一番好きなパンは何ですか。何聞いてんねん一番好きなパンパン美味しいですもんね。クロワッサンカスむっちゃ出ますよねお皿の上で食べないあれ捨てるの持ってないじゃないですか。まあ、まあ、寄せやすいですけど結構ちっちゃいパンになるじゃないですか。そのカス吸ったら喉にガッと直接入ってね吸うタイプか。吸うね。吸ったらあかんだよ、うん、舐めんの嫌やからいやでもお皿舐めんのなんかこのご飯の残り粒ぐらいの感じでいった方がいいっすよね。逆にアンパンのごまってあのごまだけで食べたりします。あごま部分残して最後ちょっと食べたりする。あなるほど。あのごま味しないっすよねごまのねほんまにね。スーパーに一番ありがとうございます。いやちゃうちゃうちゃうパン師じゃないかパン師じゃないんです。保護師やから保護師さん、はい、とっても簡単な質問なんですけど、うん、なんでまたボランティアであのやりはるんですか。個人的に2回みたいな。いやそれは彼に会うことによってその出会いが私たちにとっては見返りなのかなっていうのちょっと思いますね。あバタヤン的に、あ柴田さん的にはなんで新喜劇の川端さんのバタヤン素人の感想ですけどその犯罪の種類によってはちょっと怖いなとかってないんですか。それは保護観察所が保護観察官がこの保護士さんにはこういう事件が向いてるかな、それがいろいろあるわけですから保護士によって担当するものも違うんです。ああそうなんですか。そうなんです。それぞれ皆さんじゃあその担当するのは違うってことですか。私は青少年が結構。青少年石崎さん。そうですね。少年もやったし、はい、それから大人もやってで大人は私と同じぐらいの年代で、同世代でそれなんか仲良くなりそうですよ。パッと見同窓会ですよね。ミニ同窓会みたいな。何をするんですか、パッて。いや、やっぱり長いですから、もう話題がないですよね。ないよ。パッと何も喋ることないな、みたいな。そうなんです。ああどこで喋るんですか。あの、私の場合は自宅です。石崎さんの自宅に招いて30分喋るんですか。招いてというか、来させて。来させて。来なさい。3ヶ月に1回はこっちから相手の家に行くこともあるんですね。あいつそういうことも仲良くなりすぎても3ヶ月に1回それはもうルールなんですね。そうルール。広島さんは担当は私千代田区なんですね、はい、千代田区は人口も少ないので割と事件数少ないんですね。保護士になるのを一番嫌だなっておっしゃるのは自宅に犯罪とかね非行の人を呼ぶのが怖いっていう方がいらっしゃるんですけれども、サポートセンターというあの国が事務所みたいなのを作ることを推薦してそこであの面接なんかもできるようになっておりますので、呼ばなくてもまあそういうことはできますよ。例えばその公園で待ち合わせとかそんなのもいいんですか。声はないっすよね。超マジでそうやん。ありますあります。あるかな。いやほらもっと言ってくださいよ。ありますよって。
絶対ないっていう感じやったから茶菓子とかは出すんですか？西島さんは出したことないです。ほとんど公園かファミレスなので。あ、ファミレスとかで、はい、もうとにかく普通を装って私たちが保護司っていう感覚じゃなくておばちゃんと喋ってるよっていう。前から見たらそれはさ近況報告的なことです。例えばこの1週間何々してて何々してて月曜日何々してたのみたいな感じなんですか？うん、遵守事項っていうのがあって守ってるかなって確認なんです。だから月に1回の面接があるんです。ちゃんと家にいますとか仕事を見つけましたかとか覚醒剤なら覚醒剤やめてますよねって確認がある。うん、それを毎月2回の面接で確認してそれをきちんと報告するのか。個人的にもう連絡先を交換するんですか？そうです、そうです、そうです。LINE もしてます。先生みたいな感じですね。あ、だからそこの信頼関係をどうやって構築していくかなってことで話聞き手なんだよ、話し相手に熱いおばさんなんだよってスタンスにどうやって持ってこう。青少年ですもんね。青少年、青少年は確かに。でもだんだん時間を重ねることによって話すってこともあるし、なんかこのおばさんがあれかなってことをその上手に聞き出すのはこれがまた快感というか楽しみというか。あ、なるほど。ちょっと心がほぐれてきたなとか、うん、そういうのがやりがいでは、ね、ありますよね。会う日ってどうやって決まるんですか？2人のスケジュール。そう、2人のスケジュール。主に対象者のスケジュールで会う日が決まる。保護士さんが合わせるんですか？そういうじゃないと来ないですもんね。約束の時間にねきちっと来るようになればもう8割方立ち直れるかなって。私たちは約束事ですよね、会う時間にちゃんと来るって。そういうものを教えつつ立ち直りを助けていく、社会の今までのルールを教えていくっていう、ご挨拶をしますとかありますよね、うん、そういうのを基本的に教えたりもいたします。私が青少年といつもある時ここに座ってるこの子とうちの子のどこが違うのかなってね、うん、思うことがあったんですね。だって本当に結構イケメン多いんですよ。イケメンの人もイケメンいるんですよ。うわイケメンねとまず言っちゃうんですよ。あ、だからなんていうかな、やっててもそんなに違和感ないし、どうしてこうなっちゃったんだろうねっていうぐらいに、うん、やっぱり家庭環境とかいろんな出会いの方によって人生ってこう違うかなと思う。そういう点ではすごい私はここはね学校だと思ってるんですよ。保護司は学校と同じで非常に人生経験の場なんです、うん、ああなるほど。でも学校の先生感ありますよね。先生卒業路乗ってても違和感ない。全然違和感ない。重鎮の先生感もありますけど。世代でいうとどのぐらいの世代の方が多いんですか？保護司って今は平均60ですよね。皆さんが始めたのはいくつくらいの時に始めたんですか？私は42歳です。今もう33年経ちますので、はい、一番古くなります。33年やられてますね。え、一番この中でキャリアが長い33年。どの段階で手応えっていうかやりがいとか感じるんですか？約束を守ってきたなと、まあ、成長してるなって、うん、あいつ寝坊してるけど、寝坊してたけど最近よく来るねって。時間通りよく来るねとかね。今の若い人のね何興味持ってるものは音楽も何聴いてるのかしらとか本はどんなの読んでるのかしら、そういうのをちょっと調べたりしますよ。あ、ちょっとお話の時にね、え今こういうの流行ってるとかって言ったり、私の社会勉強になってますよね。同じ目線でね語り合えたらいいですもんね。そもそも保護者ってどうやってなんのかなっていうのを聞いてます。私の場合は息子が中学生の時にPTA の役員をやらせてもらったんですね。その時の PTA の先輩が保護士だったんです。その保護士さんから保護士になれということで誘われてやったんです。私はもうずっと専業主婦で、まあ、地域の子供たちと遊んでたり、地域の人は見てるんですね。ある日先輩の方があなた保護司向いてるからやらないって言うけど、どの辺を見てそういうふうにおっしゃったのかなと思って、やっぱり推薦でやらせていただいてます。長いこと考えるとこれから社会貢献をしていきたいとずっと思ってたんですね。何かの形で子育ても終わったし、そっかそういう選択もあるなと思ったら、この話があってその主人に相談したら、保護司ほど
勉強させてくれるとこはないし、君みたいに分かんない人は勉強しておいでって言われたので、はい行ってきますっていうのが私の実は気持ちになった結果です。はい、私もあの石崎さんと同じで、先輩保護司に、まあ背も大きかったし目立ったのか分からないですけど、やっぱり保護司見てるんじゃないって言ってお誘いを受けて、私もあの子供の PTA 活動ねやっておりまして、二人のあの地域の方がちょっと話があるって言われたけど、何の話かしらって分からなかったんですね。そしたらまあ保護司をやってますということ で保護司をやりませんかっていうお話をいただいたんですね。まあ、なんとなく子育てが終わったところで、地域の皆さんの見守りのおかげで、まあ、子供も無事にあの、まあ、曲がりもせず育っているので、まあ、地域の恩返しみたいのをしようかなと思っておりましたけども、まあ、主人とあの母がおりましたので、母にからあの恩返しできればやればいいんじゃないのっていうことであのすることになりました。突然オファーが来るんですね。ね。保護司さんに向いてる向いてないっていうのはどういう基準というか、どういう方が向いてるんですか、保護司さん。あまり偏った考えではない方と、少しボランティア精神のある方と、で先輩方を見てると多分なんか裏にニョキニョキっとアンテナが立っていて、おせっかいというかもうほっとけないっていう人たちが多いと思いますね。あ、いや本当、人をほっとけない人は保護司さんになるべきですよね。でもちっとも偉くないんですよ、あの町のおじさんおばさんですから。いやすごいなと思いますよ。この羽は7月1日から社会を明るくする運動っていうんですね、はい、の黄色い羽はシンボルなんです。私たちも今してますけど、でぜひよかったら一緒にジェルジャーさんにもしていただいて、あ、なるほど、やっていただけたら嬉しいんですけど。なんかテレビ出るとそれつけてくださるとすごく嬉しいんですけど。気になるでしょ皆さん。で今のちょっと話を伺った上で、僕らちょっとコントをちょっと撮りたいんですけど、どんなんがいいですかね。まあ一番簡単なのは保護司さんと対象者ですかね、うんうんうん、それからあと先輩保護司と後輩保護司、新任保護司、保護司同士、保護司同士の指導したり、はい、指導を受けたりの、はい、そんなような掛け合いと、まあ、いろんなパターンありますよね。じゃあ僕保護司さんに入れますね。じゃあ観察官やります。あ、すいません、はい、失礼します。はい、来ましたね。あ、よろしくお願いします。あなた担当してもらいます。え、なんか言われたんですよ急に。この地域を。いや僕あの普通の一般人で。分かってますよ、はい、うん、あなたのような感覚を持ってる人にお願いしたいんですよ。いや僕ただのパチンコ好きっすよ、マジで。パチンコ好きでもいいんです。それぐらいの感覚がある方が寄り添えるわけですよ。なんで僕選ばれたかさっぱり分からなくて。いやあなたはもうでも自分の意思でこの保護司になりたいということでしょ。え、もう保護司になるということは決めたんでしょ。保護司になる、保護司になるのを決めたから。いや決めてるやつ決めてるやつ、勝手になんか呼ばれて、今日呼ばれてて、私は保護司さんをこの割り当てる観察官ですから、保護司になると。あ、はい、あ、すみません、はじめましたら保護です。保護、あ、保護司です。名前は保護司やん。え、勘違いした。いや、保護司って書いてたからリストに。あ、いや、保護司です。あの、連絡して読んだんですよ。あ、保護司です。急にパチンコしてたら呼ばれて。保護司さんじゃないの。いや、保護司、保護司で電話番号書いてたから僕電話したんよ。あの、地域に割り当てようってね。いや、知らないです。僕保護司です。保護司かい。はい、やこしいな。あ、むしろ今観察中で今から保護司さんに会ってきます。はい、しました。頑張りました。頑張りました。すごい。今考えたんですか。すごい安くなるで今考えたんです。いや、すごいよかった。どう見ても今考えたわけじゃないですよね。考えてますよね。保護司はすごい受けると。保護司はすごい受けます。受けます受けます。保護司さん集めた保護司さんライブみたいなやってもいいかもしれない。ありがとうございました。ありがとうございました。保護司になってください。すごいオファーです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。保護司の方インタビューしてみて、はい、なんか職業どんな印象ですか。なんか撮影終わってからの方が明るくなったんで、なんか緊張してはったんやなと思って。でもコントでその本来のあの方々のキャラ超えれるかなっていうぐらいキャラ濃いですね、うん、正直に
言ってほしいんやけど、衣装忘れた。いや正直でええねん。今言わんでええがな、そんなの。この黒 T シャツにベージュチノパン。そうそう、言わ正直で言ってほしいね。忘れた衣装。え？黒 T じゃないし、ちょっと入ってるし文字。言わんでええがな、後で言うから。正直で言ってほしいね。後で言うやん。俺はもう正直に言ってほしい。忘れたよ。あ、思いっきり忘れたよ。いや俺もはずなってきてさ。なんでこれ着てる自分が。なんで別にええやん、これでも別に。逆にな、普通やん。ちょっと保護司さんテーマでコントをやったって、はい、多分あんまり今までいないと思うんで、それは楽しみです。いや分かったな、やっぱファミレスとかであったりするんやとか。そうやな、あれや意外な、うん、あの情報でしたよ、うん、普通の格好で行くとか。そうそうそう、決してスーツで行かないとかね、いろいろね。やり取りも別にそんな砕けるわけじゃなくて、うん、近況報告聞いたりとか、そういうのもいろいろ聞けた。どっちの家にも行ったりするんですよね。そうそうそう、それも分かったし。そう、うん、うん、楽しみやな、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。